あんにょーん、日本一カンドラ好きなモデルことカバチャンネルイブンだー、イエーイ。皆さん本当に最新作の作品見てますか？ネットフリックスの最新作は本当に面白いものがたくさんありまして、声が高くなりすぎてるんですけれども、皆さん本当にぜひ見ていただきたいと思います。というのは置いといてですね、今日はですね、本当にキュンキュンする作品をご紹介しますので、この動画を見終わったあなた、もう必ず沼に入ってると思います。もう沼入り決定させますので、僕の動画をぜひ最後まで見てってください。今日ご紹介するドラマはこちら、喫食人ソンガン主演、気象庁の人々をご紹介します。とにかくガチキュン、もうソンガン君の、ラブストーリーの中で最高傑作と言われても過言ではない作品になると思ってます。もう主演がですね、パク・ミニョンさんとソンガン君、この2人なんですけれども、ある日こう舞台がですね、気象庁が舞台になってる。ここも面白いのが、気象庁の舞台ってなかなか面白いじゃないですか。なかなかその世界って見れなかったりするんですけども、このドラマをして気象庁の天気を予報のね、まあ、その天気だったりとかのやっぱお仕事に関する知識もやっぱ増えましたし、なるほどと思うところもたくさんありました。まあ、本当そこも面白かったし、本当にぜひこれは見ていただきたいと思います。今のところ全4話まで公開されてるんですけれども、もう2話目まででまずとにかくガチキュン、もうとんでもないシーンがまず2話に含まれてます。超エチエチなソンガン君とパクミニョンちゃんが見れます。もうこれはあるしてかかってないのか、かかってるんじゃないかな、どうなんだろうっていうぐらい本当にエチエチなシーンがあるんで、まだ見てない人は楽しみにしてみてください。そしてこのね、3、4話と、昨日今日で僕は見終わったんですけれども、まあやばい、もうね、トレーニング中にこう見終わったんですけれども、もうトレーニングが手につかずにアドレナリンが出るどころか、もうドーパミンまでもう出ちゃって、もう性欲爆発みたいな感じまでいっちゃったんですよ。本当にもう本当にね、このね、血色に損が本当にやばい、もうたまらないよ、本当にキュンキュンするよ。もう本当に分かっていてももう最高だじゃないですか。ハン・ソヒちゃんとの大学生役のソン・ガン君、今回は社会人役の大人なラブストーリーということで、分かっていてもとはまた違うソン・ガン君の大人な表情、セクシーな表情が見れるというところが見どころになってます。お話なんですけど、まあね、気象庁で働く、2人の話なんですけど、まあ、主演がそのパク・ミニョンちゃんなんですけども、パク・ミニョンちゃんは、気象庁で働くバリキャリーウーマンなんですね。そして結婚を控えた、結婚1ヶ月前を控えた主演の女優さんなんですけれども、この結婚1ヶ月前にですね、ある日その元彼は、要は彼氏ですね、その結局別れちゃったんですけれども、その要は元彼がですね、結婚を勝手にキャンセルしたりとか、ドレスをキャンセルしたりとか、お金を払ってないとか、もうね、ありとあらゆるところでおかしな行動がブーってこの1ヶ月前に発覚しちゃうんですよ。それで発覚して、えって、結婚する予定だったりというところから入り、突き詰めると浮気相手がいたというドロドロな関係があります。そこのこの浮気相手から始まり、結婚をやめるというところまでやっぱり進んでいくんですけれども、そんな中仕事では、トップだった尊敬してる課長が、やっぱり引退されるということで、自分が急遽パクミニョンちゃんが課長になって、そこからまた新任の、ベテランが入ってきたりとか、新人が入ってきたりというところで、それをまとめなきゃいけないという大変な職業の仕事人になったということで、仕事の面も見れますし、恋愛、まあ、プライベートな面も本当にズタボロになった中で、お仕事を頑張る奮闘する女性というのを演じられています。もう一人ソンガン君なんですけれども、まあ首都圏の方で働い、首都圏気象庁の方で働いていたソンガン君がですね、大好きだった彼女がいるんですけれども、まあ、ある日デートに誘ってデート先に行ったところ、あれ、なんか彼女が乗ってないと。そして、ここあなたが来たかったよねと言ったら、うんとかって言うんですけれども、実は彼女は浮気相手とそのレストランに来てたというところが肝になってます。まあ、そういういきなり浮気をされるんですね。そしていきなり突如別れを告げられます。えって、なんでそんないきなり別れられなきゃいけないのというところから、
もう あなたに興味がなくなったということで、そしてなんでとなったら、ある日その彼女は浮気相手がいたと。そしてその浮気相手、ここまで喋って皆さんご想像つきますか？パクミニョンちゃんの婚約者だった相手の浮気相手、ソンガン君の大好きだった彼女の浮気相手、あれ？このお二人がなんとピチュピチュっていう感じになってます。そのドロドロの四角関係がもうこれから始まっていくという5話6話7話8話9話と進んでいくと僕は思っているんですけれども、そんな中2人がですね、ある日ソンガン君が、パクミニョンちゃんの部下として、部署異動になってばったり遭遇して、そこから人間関係が始まっていき、仕事も始まり、まあそういう感じにぐちゃぐちゃっと面白い感じになっていくところがこのドラマの魅力になってます。今までこのあらすじだったりとか、ストーリーっていうところと、まあ、キャストみたいなところをご説明させていただきましたけれども、これを見てね、僕の、おすすめポイントというのがいくつかあるんですけど、なんか一つご紹介するのであれば、リアリティのあるオフィスロマンスというところが舞台になってます。もう本当にね、現実でも本当にいろんなところでもやっぱり会社員の、社内恋愛というところがテーマになっているので、本当にこれどこの今の現代でもリアリティにある会社の社内恋愛なんじゃないかなと思うのと、やっぱりその仕事だったりとか、人間関係というところも本当に現代のリアリティのある、作品になっているところが見どころになってます。そしてネットフリックスがやられているということで、本当に映像もめちゃめちゃ綺麗だし、細かい衣装だったりとか小物だったりとか背景、建物、ロケ地だったりとかがとんでもなくやっぱりちゃんとお金をかけてやってるというところがやっぱりこのドラマの魅力になってます。パクミニョンちゃんのお母さん役のと主演の女優さんが僕大好きで、本当に数多くの有名な作品にも出られてる女優さんなんですけれども、脇を支える俳優さんがですね、ベテランの俳優さんが超演技派な俳優さんばっかり揃えてるドラマになってるんで、ぜひこれがっかりさせない本当に最高にガチキュンするドラマになりますので、ぜひこれは見ていただきたいと。今までの韓国ドラマ、ラブストーリーにはない、例えば政治家、警察官だったりとか、公務員系だったりとか、本当に作家だったりとか、芸能関係とか、いろんな韓国ドラマあったと思うんです。気象庁というのはですね、僕初めて見ました。この気象庁という世にも珍しい、なかなか垣間見ることができない職種を、垣間見ることが少しでもできる作品になってるんで、ぜひこの機会に見てみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、いいね、高評価よろしくお願いします。あんにょーん、見てね。